皆さんこんにちは。今日は小田原のお蕎麦屋さんから始まります。ちょっとお蕎麦を食べてから車で箱根のニコライ・バングマンのガーデンに来ました。ここのカフェがすごく可愛くて、ちょうど日の差し方も綺麗で、まずはおやつを食べました。森に囲まれていてすごく気持ちのいいカフェでした。なんかインテリアも可愛い、おしゃれな感じでした。この後お庭を散策するんですけども、いわゆるニコライ・バーグマンのお花が詰まったボックスのなんかギュッていうような、お花がいっぱいっていうよりはこんな風にもともとある自然の形に、綺麗にちょっと整えてあるような感じの場所でした。だんだん夕方になってきてたので涼しさも出てきて気持ちが良かったです。ちょっと歩いて、そしてこんな風にいろんなところにテーブルがあってワークショップもできるそうでした。そしてその後は今日泊まる会に来ました。星野グループの一つなんですけども、箱根に来た時はたまに行く宿です。全部のお部屋に露天風呂がついていて、仙石原にある会になります。箱根着きました。今会っていうところの仙石原に来ています。今ちょっと部屋にお風呂がついてるので一瞬浴びてきました。たまにこういうステイケーションをしてまして、リフレッシュしたいなっていう時に来るんですけども、だいたいこういうところに来る時は仕事でもそうですし、自分で絵描きたいなって時に、なんかちょっとなんて言うんでしたっけ、缶詰みたいな雰囲気でやってみたいなと思って、でもちょっと支度が多いんですけども、反対側見せます。描くものとダイソン の, ライトまで、あれはもう本当に目の疲れを軽減させてくれるので、これは結構私の中では必需品なので、こいつもいつも持ってきています。であと下から照明当てるやつとイーゼルと、もちろんこのパソコンと紙とペンと、これは中には本番ペン入れ用のやつとか、ちょっと今日見当たらなかったんですけども、いつもはアップルのヘッドホンの方をつけたりしてます。あとはこれ最近誕生日に両親にもらった大好きな色鉛筆の、なんと豪華な全色セットです。もうずっと好きで、でもちょっと高いので、大学の時とかは好きな色を何本かこそこそと買いに行って貯めてたんですけども、もう圧巻の全色、大人になったなって思います。買ってもらったもんなんですけども、そんな風に喜んでいます。なんでいつもこんな風にちょっと大荷物ですけども、車なのでどかどか積んでこうやって絵を描きに来ています。そしてこんな風に早速仕事というか絵を描き始めていました。私は最初は iPad でラフというかドラフトを描いて、それを印刷してアナログの紙に描いていくような描き方をしています。今回これを撮影してて思ったというかびっくりしたのは、悲しい顔を描いてる時は自分も悲しい顔をしてるし、嬉しいような顔をしてる人を描いてる時は自分もすごいニコニコしてるのがちょっとびっくりしました。こんな風に日が落ちてきてるんですけども、気にせずどんどん描いていきます。途中途中疲れたらその部屋にあるお風呂に入ったり、あとは外もすごく気持ちがいいので伸びをしたりしながら、ちょうどいいリフレッシュがあるので一生懸命描き続けることができました。だんだんとご飯の時間です。あたりが暗くなってきました。ちょうど疲れ果てた頃に美味しいご飯です。お刺身、日本の刺身もそろそろ食べれなくなっちゃうから、こういう繊細な小鉢とかも噛みしめておりました。そして夜戻ってきてまた描き進めます。ベッドが横にあるので結構誘惑が多いんですけども、でもなんかこの湿気が少ないっていうのかな、山の上なので本当に過ごしやすくて結構踏ん張れた気がしています。そして夜部屋のお風呂から外見てたら、なんと花火が上がっていました。
伊豆の方だったのかな、花火があって最後にすごい夏を感じていました。おはようございます。朝もすごく気持ちのいい箱根でした。私はだいたい絵を描くのはこう6時から11時くらいまで、まあ、とにかく午前中に描くので、まあ、いつもと同じペースで描いている様子です。で朝に描いて昼過ぎくらいからはミーティングに行ったり、それからメールを返したり、そんなあとはちょっと雑務をしたりする時間に当てています。だんだん日も高くなってきて、また夏の雲が出てきました。朝ごはんをちょっと食べて、その後は温泉に入って、ちょっとずっと見てたら雲が綺麗に流れていくので、あー気持ちいいなと思いながらすごくリフレッシュされました。無事はかどりまして、割ってはいないんですけどすごくはかどったので今日はこれで帰ろうと思います。すごい疲れたら温泉に入って、疲れたらちょっと寝て、疲れたら休憩に何か違う大浴場行ってとか、そういう繰り返しながらすごく集中して書き進めることができたので、ステイケーションというかちょっと違う場所で仕事をするっていうのすごいいいなとやっぱり何度も思います。また日本に帰ってきたらやりたいなと思います。すっごい良かった、もう一泊したい。そして最後はポーラ美術館に来ました。箱根に来た時には必ずと言っていいくらい行くような大好きな美術館です。いっぱい書いてアウトプットをしたので、なんかちょうどいいインプットの時間にもなりました。またぜひ日本に来てちょっと時間があったらまた箱根遊びに行きたいなと思います。ちょっと短いですけど、また。